こんばんは、モルゲンです。今日は朝活をしていきたいと思います。今日は起きたらなんと23時でした。もう生活リズムが終わりなんですね。でも大丈夫なんです。この時間から全てを取り戻す完璧な計画を考えてきました。まず明日の予定なんですけれども、昼の12時から高校の友達とピクニックの予定があります。ピクニック、喜んでますね。私の寂しい春休みの一大イベントということでね、過ごすわけにはいかないので、この朝活のね、流れのまま勢いを利用してそのままピクニックに向かうという完璧な一日を過ごしていきたいと思います。朝活のスケジュールなんですけれども、だいたいこんな感じで考えてきました。頑張ります。なんかマジで終電に近い電車で新宿に来たんですけれども、なんかちょうど友達がなんか新宿の CC 屋さんにいるらしいので行きます。朝一にね、予定になかったスケジュールもこなせたということで、非常に素晴らしいスタートを切れたのではないでしょうか。ここからちょっと軽く飲みに行きます。まあまあ飲みましたなまあまあ飲みましたわ。これから新宿バルトナインに向かいます。めっちゃエブエブだ。今日はブルージャイアントっていうジャズを題材にした劇場アニメを見ました。なんか公開当時に1回見たんですけど、これが2回目ですね。新宿です。めっちゃ面白かったですね。なんかああいう映画見てると鬱とかやってらんないっすよね。私は玉田くんっていうすごいドラムの初心者の子がいて、その子がそのサックスとピアノの天才2人と一緒にバンドを組むことになるんですけども、主人公はサックスの大くんって子なんですけど、玉田くんがさ、なんか最後のライブのドラムソロのカットが、アニメーションがバーチこれによくて、めっちゃかっこよかった作中で主人公がなんかジャズは感情の音楽だみたいに語るんですけど、そのなんか感情をまさに体現したような感情のようなアニメーションって感じでした。にょんにょんじゃねえことだ。見失っちゃったこれがだいたい朝の4時半過ぎぐらいなんですけれども、世間一般のモーニングよりも、少し早いかなというところなんですが、いいでしょう。今回はこのように実質徹夜で朝活をすることによって、次の夜にちゃんと眠って、もうこれまでの泥みてえな生活からちゃんとしたね、生活リズムに修復を試みるという目的があります。もう春休みに入ってからは好きに寝散らかして、でも起きれたタイミングで大暴れ、たくさん遊んでたくさん寝るみたいな楽しい暮らしをしていたので、なんかでもなんか4月から授業みたいなものが始まるらしくて、なんか朝早く起きて大学に行かなければならないみたいなことを聞いたものですから、マジだ、早急に正しい生活リズムに取り戻さなければならない。私は睡眠がなんか苦手というかガチャ要素がかなりあって、 SSR 睡眠の日は8時間ぐらいずっと寝続けられるんですけど、ノーマル睡眠の日がなんか本当にもう寝つき悪すぎ地獄っていうか、
運よく寝れても2時間ぐらいで目覚めて、もう起き上がって行動し始めちゃったりとかして、なんかもうなんか薬もだんだん効かなくなってきて、もうなんか睡眠のせいで私の生活がめちゃくちゃなんですよな。4月からの目標は日の光をたくさん浴びてなるべく動く、あとなんかうまく眠るために日中精力的に活動します。大学も通います。朝です。めちゃくちゃ朝ですね。開門と同時刻ぐらいに新宿御苑にやってきました。桜がえぐい、えぐい桜がすごい、ですね。なんか特別春に思い入れがあるわけでもなく、桜が好きなわけでもないんですけど、可愛いですね。なんかパーソナルカラーみたいなのあるじゃないですか、ブルベイエベみたいな、あし何なんですかね。これはなんかあのバカでけえ広大な原っぱを歩いています。気持ちいいですね。ここって寝ていいんですかね。睡眠オッケーなんかな。全然寝るつもりはなかったんですけど、寝っ転がってたら40分経ってました。やべえ、今日は23時という絶望的な時刻に起床したにもかかわらず、昼の11時までにすごく有意義な時間が過ごせたのではないかと思います。このままピクニック行って夜ちゃんと寝ます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh, my hand is over. Oh my god. Look around.Huh? There are so many trees. So many trees. Amazing. You can't count that. Oh my god. Oh my god. Why this park has so many trees? Oh my god. I can't believe. So many trees. Beautiful. 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 Yeah.